僕ね、それこそね、昔ね、週刊少年ジャンプの漫画ですら、連載をね、あの、止まっちゃいそうなのを防ぐために、ジャンプ3冊買ってアンケート送ったりしてましたよ。ね、賢い犬リリエンタールって漫画が好きだったんですよ。これ知ってる人いるかな賢い犬リリエンタールっていうね、なんかね、可愛い,い犬が出てくる漫画があってですね。あのね、そうだな。 作者さんはね、あのカップで目の空、目の空のもありますね。足原大介さんという方が書いてて、その方ね、代表作はワールドトリガーですね。多分ね、ワールドトリガーの方は知ってるって人は多いんじゃないかな。ワールドトリガーをやる前に賢い犬リデンタルというのをやっててですね、いや、ジャンプしジャンプで後ろの方に行っちゃっててですね。やべえな、これ連載止められちゃうなぁと思,う思ってですね。 なのでまあ、僕は好きだ、リリエンタールが大好きだったので、ジャンプ3冊買って、面白かった漫画、リリエンタール全部書いて、送ってましたね。で、残りの1個、それとかね、コインランドリー行くとね、だいたいジャンプが置いてあるんですよ。誰かの捨ててった。そこからアンケートのページだけ剥がして持ってきて、賢いのリリエンタールって書いて、一応面白かったのって、送ってましたね。 多分ね、あの時期にディリエンタール大好きって、ジャンプの編集部に送りまくってって、俺くらいじゃないかな。なので、もしかしたら、あの、足原先生のとこに、仕事場に残ってるかもしれませんね。まあ、今、ワールドトリガーで、あの、高い評価を得られて、本当に良かったと思いますね。 副止めイズムですっていいですね。なんかね、マサダさん、それくらいやっとくとね、連載止まっちゃってもね、後悔はないですよ。その時はね、阻止で、連載止まっちゃうのは阻止できなかったんですけど、俺はやれるだけのことをやったんだからっていうので、すっきりすることができましたね。あの、なんかね、やめないで、止まらないでで言葉で言うことっていくらでもできるんですよ。 でも、具体、じゃあ行動に行動で示すってなったら、まあ、その時はジャンプアンケートしかなかったですね。ある,ある意味では、袋目さんの、あの、誠意は言葉より金額っていうのがもう、中日時代のやつが、よっちゃん、こんばんは、です。あの、あのね、行動の指針になってるのかもしれませんね。